ロータリー、帯広駅、バスターミナルは、帯広市が、帯広駅北口に設置する、バスターミナル。旧名称は、帯広駅バスタッチ。1から14番の乗降場とトカチバス。北海道宅色バスの窓口が設置されている。市内線、郊外線、都市間バスが発着する。運行会社は、トカチイコール、トカチバス。 宅色イコール北海道宅色バス、帯広市は2018年5月までにバスターミナル待合所を建て替える予定であると発表した。現在の建物は老朽化が進んでいるほか、待合所が狭いという声が寄せられていた。新たな待合所は現在よりも広くするほか、観光の活性化につなげるため、バスを利用した観光ツアーやアウトドア活動ができる場所を案内したり、 レンタル自転車を貸し出したりする拠点として整備していくとしている。2017年8月7日よりバス乗り場を一時移転、2017年8月上旬に旧待合所を閉鎖して仮設待合所の利用を開始した。その後、2018年4月1日にバス乗り場が元の位置に戻され、2018年5月25日にレンタサイクルや 観光情報コーナーを兼ね備えたバス待合所、帯来るとしてオープンした。帯広駅近傍に設置するバスターミナル施設は、帯広市中央バスターミナルが最初である。1975年4月26日に、伊東洋華道が入居する、ヨークセントラルビルが開業し、これに、市営駐車場とバス乗り場を整備したもので、駐車場と合わせて、 帯広市交通センターと呼称された。ビル開業と同時の共用開始とはならず、帯広市内で路線バスを運行する、トカチバス、北海道宅色バス、国鉄バスと使用について話し合われたが、帯広駅から約350メートル離れており、往復700メートル余分に走る無駄や、管理の分散があり、帯広駅前停留所の利用が多い現状で、 バスターミナルを奇襲点とすることには、消極的であった。また、構造上自動車ターミナル法に合致せず、バス事業者から使用料を徴収することができなかった。このような状況ではあったが、十勝バスは、広尾町、上志保路町、阿しょ町方面など、主に郊外路線を平日ダイヤで104本乗り入れる、こととし、10月16日から供用を開始した。 併設の市営駐車場は、日曜祝祭日や年末年始などは、満車となり、順番待ちの車列が、バスターミナル入り口を塞いで、接触事故が発生するなどしたため、誘導員を置くなどの対応が必要となった。1987年初めに、国鉄広線と四方路線が、相次いで廃止されたが、代替バス運行を機に、帯広駅の東側に8バースからなる。 帯広駅バスタッチが設置され、2月より共用を開始。帯広市中央バスターミナルは廃止された。十勝バス、北海道宅色バスが一部路線を除いて乗り入れ、両社共用の事務所が設置された。国鉄バスは、駅正面の従来乗り場のままとした。帯広駅前のバス停留所は、バスターミナルのほか路線、便によって、 帯広駅西口、帯広駅南口停留所にも停車する。停車路線等の詳細は、バス事業者記事や公式サイトを参照。市内ホテル、空港線帯広空港業もバスターミナルには乗り入れず、帯広駅前の主要ホテルはホテル前に停留所を設置する。ありがとうございます。